ブルックを加えた麦わらの一味はグランドラインを半周し、航路を縦に貫く絶壁の大陸レッドラインに到達した。この大陸を越えて新世界に入るためには職人の手で船をコーティングしてもらい、深い海底にあるという魚人島を目指すほかないという。シャボンディ諸島に上陸した麦わらの一味はかつては海賊王ゴールドロジャーの船の副船長だったという冥王レイリーと運命的に出会い、船のコーティングをしてもらうことになった。しかしその前にルフィたちは世界貴族天竜人を殴り倒すという大事件を起こしていた。天竜人に手を出せば海軍本部の大将がやってくる。船のコーティングに要する時間は3日間。その間海軍から逃げ回ることを決めた麦わらの一味はレイリーの店を後にし、すでに海軍が動き始めているヤルキマンマングローブの森へと足を踏み入れた。なんだあれ、タヌキか。俺はタヌキじゃねえ、トナカイだ。俺が海賊、勝負だ。よし、俺も行くぞ。頭巻き込まんようにしなきゃね。
チョッパー、おめえも男だってとこ見せてやれ。
この名折れ、この手紙のことご覧いただきます。そろそろ行くよ。味方は巻き込まんようにしなきゃね。速度で蹴られたことはあるかい？度胸だけじゃねえ。振り出しに戻りなよ。そうだ。やめよう。逃げるの。こいつに勝とう。そこどけよ。行かねえならぶっ飛ばすぞ。そんなに自信があるなら、わしと戦ってみるといいよ。速度は光の速度で蹴られたことはあるか。ごちゃごちゃうるせえな。さあ覚悟はいい？ランブル大将を相手にその回避。待て、PX-1。 旅行するなら、どこへ行きたい？さらばだ。グランドラインシャボンディ諸島12番グローブ。この日、船長モンキー・ディ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。
生きていた。本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。ああそうか、分かったぞ。了解。そうか、ルフィ。分かった、分かったぞ、ルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。2年後にシャンディ諸島で。